ISS に取り付けられるトランクイリティ。トランクイリティは、2010年2月の STS-130-20A ミッションで、国際宇宙ステーションに追加されたモジュールである。正式名称を決定前の名であるノード3とも呼ばれる。電力やデータ、コマンドの操縦、熱制御や環境制御、乗員の行き来が可能な6カ所の共通結合機構を有しており、 他のモジュールを結合させるることができるユニティは、米国で開発、製造されたが、ハーモニーとトランクイリティは、欧州宇宙機関が開発、製造した。このため、ハーモニーとトランクイリティは、ほぼ同型である。トランクイリティは、それまで宇宙で使用された中で、最も先進的な生命維持システムが設置された。 排水をリサイクルして飲料水などへの使用が可能になるようにし、乗員の呼吸のための酸素の生成も行う。また、ISS 内部の空気から汚染物質を除去し、空気成分を監視し制御する空気再生システムも設置された。搭乗員が使用する排水衛星区画も設置された。当初は、ユニティの地球側の結合部に、 トランクウィリティを取り付ける予定であったが、計画変更により、ユニティの左舷側に設置されることになった。大型の観測窓であるキューポラは、トランクウィリティに結合した状態で打ち上げられ、軌道上で、トランクウィリティの底側の共通結合機構に移設された。トランクウィリティの設置のために、まず、ユニティの地球側結合部に取り付けられていた PM-3 を、 ユニティの左舷側に移動して、ユニティの左舷側の共通結合機構の配線、配管取付部を船内から改造した後、ハーモニー上部の結合部に PM、PM-3 を一時移設し、トランクウイリティをユニティの左舷側に設置した。キューポラを、軌道上でトランクウイリティの下側の結合部へ、移設した後、開いた。 結合部には対比させておいたピエメマイナス3を移設した。2015年5月には、隣接するユニティの地球側結合部を、無人宇宙補給機のドラゴン及びシグナスの、軽流場所として使用できるようにするため、該当箇所に結合していた高級型、多目的モジュールを、トランクイリティの前方側結合部へ移設した。また、2016年4月には、トランクイリティの、 後方側結合部に膨張式モジュールのビームを取り付けた。前述のように、天頂側の結合部は、デクスターの設置部に改造されたためモジュールを接続できないが、それ以外の5箇所の結合部すべてに何らかのモジュールが結合されている。2001年に NASA はトランクイリティの設計変更を一時検討した。居住モジュールを延期、またはキャンセルし、 代わりに区画を延長もしくは拡張することで、居住区画として利用するという内容だった。当初設計では8台の国際標準実験ラック、またはシステムラックを設置できるのに対して、この拡張型は16個の国際標準実験ラック、またはシステムラックを設置可能とするものだったが、この案は採用されなかった。 2005年の計画変更で居住モジュールは計画から削除されたが、拡張しなくても ISS の滞在人数を3人から6人に増加できることになり、大掛かりな設計変更は行われなかった。2009年までは、タレスアレニアスペース社トリノ工場のクリーンルームに置かれていた。そして空路で輸送され、2009年5月17日にケネディ宇宙センターに到着した。 2009年5月発表のスペースシャトル発射計画で2010年2月8日に打ち上げられた STS-130 エンデバー号によってキューポラと共に軌道へ運ばれた。2009年4月に NASA は名称を月にある静かな海にちなんでトランクイリティと決定したことを正式発表した。命名に先立ち NASA は ノード3の名称を一般公募していたが、米人気コメディアンのスティーブン・コルベアが、自分の番組内で、自らの名前にちなんだ、コルベアを投票するよう呼びかけた。このためネット投票では、組織票により、コルベアが1位となったが、NASA は、モジュール名に存命中の人物の名前は用いないとの、理由で却下。人類が最初に、月面着陸をした歴史的場所である。 静かの海にちなんだ名前を選ぶことになった。この名前は、スティーブン・コルベアの司会するコメディ番組内でゲストとして招かれた NASA 宇宙飛行士を通して発表が行われた。その代わり、ISS 内に設置する2台目のトレッドミルに、コンバインド・オペレーショナルロード・ベアリング・エクスターナル・レジスタンストレッドミル、略して、コルベアと命名することでオチとした。 スペースシャトルアストロノーツビジットターレスエレニアスペースイントリノアーカイブド2009年3月16日アットザウェーバックマシンエサヒューマンスペースフライトエクスプロレーションインターナショナルスペースステーションノード3コネクチングモジュールありがとうございます